ということで全国ランキング早速見ていきましょう。第10位、東京都新宿区目白健進高校。白ブレと呼ばれるクリーム色のジャケットが有名なセーラースタイルです。スカーフは1年を通して黒、紺色の制服に合わせることでシックで清楚な印象を与えてくれます。さらにその上に白ブレを着るとどちゃくそ可愛い、東京を代表するセーラー服と言えるでしょう。第9位、京都府宇治市城南良相高校。ピンクが入った紺地のチェックスカートが人気で、女子はネクタイやスラックスなど幅広く選ぶことができます。卒業しても制服を手放したくないという人が多いみたいですね。第8位、北海道旭川市旭川西高校。まあここは前回も挙げた通り、元乃木坂46の橋本奈々美さんが通っていたことでも有名ですよね。とっても可愛い制服です。第7位、大阪府泉佐野市ひねの高校。モスグリーンのブレザーはダブルボタンで重量感のあるスタイルですが、大人気のチェックスカートが華やかさを演出し、全体として可愛くまとまっています。夏と冬のスカートはちょうど反転したような色合いです。第6位、東京都渋谷区東京女学館高校。青いリボンと紺のスカート、非常にシンプルですが王道中の王道、日本を代表するセーラー服といっても過言ではありません。一説によると渋谷の白鳥って呼ばれてるらしいですね。冬でも白い制服は珍しいので、良くも悪くも目立っちゃいますよね。まあ飛行せずに将来向けて羽ばたけみたいな、そういうところでしょうかね。いきなりダジャレ。第5位、栃木県足利市足利女子高校。ちょっと待て、なんなんこのマネキンは。これ学校の公式サイトですからね。スリースター、スリーラインの愛称で知られるセーラースタイル、背中の星が可愛いと評判です。第4位、愛知県豊田市南山国際高校。実はこの高校服装は自由なんですよね。だから制服の資料が非常に少なく、鮮明な写真が見つかりませんでした。申し訳ないです。とはいえ今でも購入希望者が多いらしく、標準服として準備されているということです。これこそ本当の自由って感じがしていいですね。第3位、東京都港区明治学院高校。基本的に校則が緩く、服を着崩したり髪を染めたりスカートを短くしたりと非常に自由な校風です。軍隊みたいな高校に行ってた僕としてはちょっと信じられないっすね。短いスカートに白いセーターをダボッと着るのが基本スタイルのようです。インスタちょっと見に行ったんですけど、顔面偏差値がめちゃくちゃ高い。第2位、群馬県桐生市桐生女子高校。伝統ある高校にぴったりの王道のセーラー服、白と黒だけの潔さが清潔感を際立てます。冬は全体が黒に統一され地味さがあるものの、カーディガンや服が自由なので可愛く着こなすことも可能ということです。この桐生女子高校は2021年に桐生高校と統合し、西欧高校に生まれ変わります。制服は変わってしまうんでしょうかね。ちょっと気になるところですね。第1位、東京都港区東洋英和女学院高校。冬は濃紺のセーラーに光るゴールドのラインがアクセントとなりおしゃれです。夏服の白セーターはガーネット色のネクタイを引き立てています。なんといっても素晴らしいのは、この制服1929年から変わってないんですよね。伝統と気品さをバシバシ感じるとともに、袖口がキュッと締まっていて機能的な面も持ち合わせていて、古臭さを全く感じませんね。さすが日本一の制服。この学校は中学受験時のみ入学を受け付ける中高一貫校ということです。はい、それでは今回は以上です。